こんにちは、トーマです。チョコリーナまで来ました。今回はね、初見攻略やっていこうと思います。パーティーも実はもう決めてきました。はい、パーティーはこちら。コタロウがね、まあガチャ動画見てもらった人はわかると思うんですが、出なかったので、もちろん入れてません。で、代わりに頑張って貢献度1万5000貯めてキュンタ入れました。ただレベルは3のままでいきます。もうめんどくさいんで。で、あとはまあ覚醒日の神ラス武士攻撃力アップで、まあちょっとね、普通にやっても面白くないと思ったんで、うんちくま入れました。これでね、なんとか初見でクリアできないかなと思ってます。いきましょう。さあ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 、一応餌あげとく。一応ね、55,815。あー、いつも通りのパターンか。え、待って、これきついかな。俺のビジョンとしては、うんちくまを先貯めてサボらせつつ、フィーバー入れてラス節覚醒日の神で倒す。行こう。あー、ちょっと待って、あー微妙かもこれ。キュンタが多すぎる。あ、きついきつい、ダメージ結構食らう。600も食らう。フィーバー入った、フィーバー入った。あ、ちょっと待って、うんちくまが覚醒日の神無理だ。ここでうんちくま、ここでうんちくまで覚醒日の神を、あ、たまんない、撃てる、オッケー。これで倒さない。5万いけ、5万、5万1000。あ、こいつ夏期かよ。いけいけいけ、よっしゃー、勝てた。仲間ならないけど、あ、勝てたね。まあでも結構ギリギリだったけどね。まあでも小太郎いたらね、もっと全然楽なんだろうけど。ちょ、貢献度やりすぎて1位から50位かい。ちょ、せっかくなんでもう1個ぐらいやろうか。初見じゃなくなっちゃうけど、とりあえず初見は勝利。でも多分今うんちくまいらなかったよね、正直。ってことはさ、ここをさ、もっとなんかあれにすればいいのか。普通にゴージャスとかでいいってこと。ゴージャス、こんなんでもいけるってことか。ちょっとこれでやってみます。まあこれは初見ではないけど、まあいいでしょう。ちょっとさすがにこれじゃ動画短すぎるんでね。攻略動画はね、また次の動画で別で上げます。これで、でも結構ギリギリだったからな。あ、このプレゼントが邪魔だからな。要するにフィーバー入れちゃえばこっちのもんなのかもしれない。あ、ちょっと待って、違う違う、ラス節がいない。あ、やばい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 。あ、もう無理もう無理もう無理。あー、あ、これいけそう。キュンタがいらないんだよ。キュンタを消して、あ、プレゼントが邪魔だな。プレゼントじゃない、チョコか。それで、あ、ゴージャス打てないか、これ。ゴージャス打たなくてもいけんのかな。あ、これ勝てそう。ラス節打って、あー、日の神が微妙。あー、これでいけるかな。さっきこれで、あー、全然いけるね。なるほどね。まあ勝てなくはないね。せっかくなんで仲間になるまでいきます。結局もしかしてこれ、あいつ、あれ、キュンタいらないパターン。これで全然いけるね。なるほどね。結局フィーバーに入ればなんとかなるね。キュンタいなくても落ちない。あ、餌あげんの忘れてた。そら落ちねえわ。
し頼む。よし、ギリギリ。ちょ、全然落ちないんだけど。もう頼むよ。もう頼むよ。よし、はあ、14回目ぐらいで落ちたかな。はい、ゲッツ。反対攻撃&夏希ですね、スキルは。夏希はイケメン犬と一緒らしいですね。はい、ってことで今回はまあ攻略というよりはね、初見でクリアしてみました。編成難易度低めとかのね、攻略動画の方も次の動画から上げていきたいと思ってますので、そちらの方もよろしくお願いします。はい、ってことで本日は以上です。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ。